とダメじゃんね、はい、だからそれでは一度で拝殿に向かいまして礼をしていただきます。じゃあ一度礼、はい、それではお祓いの言葉、一度で頭を下げていただきたいと思います。
付き保育園の講師に続いてボーイスカウト坂東第1弾ガールスカウト茨城県第8弾が出発いたします。こんにちは。坂東市を拠点とし活動しています正門よさこい響です。本日2曲用意させていただきました。1曲目影武者、2曲目共演を演舞いたします。皆様ご声援のほどよろしくお願いします。踊りこれ影武者正門よさこい響き影武者
ません、ちょっと衣装の方はまだ着替え終わってないので少々お待ちください。申し訳ないです。お待たせしました。踊りこれ、上演スイヤー好き、あ、スイヤー
よそ姫様今年の平の正門子を演じますのは酒井正明様でございます。そして滝夜叉姫を演じますのは小林優香様でございます。ご来場の皆様、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。まずは主催者を代表いたしまして、坂東市観光協会長、坂東市長木村俊文よりご来場の皆様に歓迎のご挨拶を申し上げます。改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました坂東市長の木村でございます。今日はですね、お天気も非常に心配をしておりましたが、素晴らしい恵まれたお日和のもとでですね、第51回の正門祭り盛大に開催できて本当に安心しております。そしてまた大変多くの皆様方にご参照いただきました。先ほどはですね、皆さんびっくりしたと思うんですけど、航空自衛隊の展示飛行という形でですね、この祝い地域の上空をジェット機がお祝いのために飛んでいただきました。そしてまた
出陣の太鼓を披露いただきましたのはですね、東京の神田明神さんからお越しいただきました神田明神正門太鼓の皆さん、本当にありがとうございます。この大会、実は合併の20周年記念という、先ほど司会の方からもありましたけれども、いろいろなことで趣向を凝らして開催をさせていただきました。そういうこともあってですかですね、実はいたしますもう後藤議長はもちろんですけれども、衆議院議員から、お二人、長岡先生、中岡先生、そして茨城県議会の議長をお務め、党選挙区選出の半村議員さん議長、そして石塚議員、その他大勢のご来賓の皆様方にもおはせさせていただいております。そしてですね、この中央、私なんか小さい頃は非常に憧れました歌手として、そして俳優さんとしてもですね、大変高名なですね、坂井正明さんに、今回は正門公役を演じていただくことになりました。本当にお忙しい中、坂井さんありがとうございます。そしてそのお隣ですけれども、皆さんよくご存知と思いますけれども、当地が生んだスーパースターセレス小林さんのお嬢さんでございます、小林優香さんという滝夜叉姫役を今回演じていただくということで、出演をいただきました。本当に今回のこの正門祭りについてもですね、この出陣式の前にはいろいろな子ども園、鈴の木さんであったり小山保育園さんであったりですね、いろいろな保育園のお子さんたちの演技、そして、よさこい、こちらなんかも披露していただいたりですね、本当に多くの多くの皆様方のご協力のもとにですね、こうして盛大に開催をさせていただく、本当に主催者としてですね、ありがたい限りでございます。本当にこう月日の移ろいというのは早いもんで、岩井市と佐島町が合併だねっていう話をして、あっという間に20年が過ぎました。本当にその間いろんなことあったと思います。今も皆さん、たくさんの方がマスクをお着けですけれど、新型コロナが流行ったりですね、しかしその一方で坂東ではですね、いろいろな工業団地事業、こういうものが国あるいは県の力でですね、着々と進んできています。そして皆さんご案内のように、町に待った高速道路、圏央道も開通をしてですね、圏央道初、茨城県初のですね、ハイウェイオアシス事業、これも今着実に進んでいます。この町の将来を見据えた時にですね、この20年という節目の年を一つの契機としてですね、やはり皆さんの力で地域を一緒になって盛り上げていく、そういう心がけが大事なのかな、そんなふうに思っております。今日はこの後パレードになってですね、皆さんと一緒にまたどこに向かうの、未来に向けてという、そういうパレードも演じていただきますけれども、今日は相馬野馬追さんの方からですね、野馬追の騎馬隊の皆さんにも駆けつけていただいております。野馬追の皆さん本当にありがとうございます。今日は午前中ちょっと前後しますけれども、実はマラソン大会第34回のですね、正門マラソンが行われました。こちらもですね、北は北海道から南は沖縄までですね、南は沖縄までですね、3800人を超える参加者、そしてハーフマラソンにも2100人を超える皆さんが参加していただきました。こちらの方にもね、南相馬市の方からですね、小さなお子さんからですね、大人の方、本当にたくさんの皆さんにも参加をいただきました。やはりそうした皆さんのお力を頂戴してですね、このお町のにぎわい作りというものがですね、今後着々に進んでいくということに対しまして、改めまして本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。私着任して、7年経ちますけれども、一つの合言葉があります。それはみんなで作るという、町づくりはみんなで作る、みんなで作る安らぎと生きがい、そしてにぎわいのある町坂東と
ということで、今後とも皆さんと共にですね、こうした機会を契機に大いに街づくり、賑やかな、そして活気のある街づくりを進めさせていただきたいと思います。今日は一日どうぞよろしくお願い申し上げまして、私からのご挨拶と返させていただきます。本当に多くの皆様のご協力、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、本日はご多様にもかかわらず多くのご来賓の方々にご出席いただいておりますので、ご挨拶をいただきたいと存じます。はじめに坂東市議会議長後藤春夫様、出陣式を開始いたす。はじめに我らが坂東武者の心得、弓の腕前をしかとご覧いただくといたそう。弓隊一同ご用意あれ。これよりご覧いただきますのは、古の武士の姿を思わせる将門祭りならではの、実際に鎧を着用して行われる弓道模範演武でございます。先ほど出陣式に先立って行われましたいたわりに続きまして、武者たちが第一の弓侍の腕前を競う強者をご披露いたします。演武を進行してくださるのは坂東市スポーツ協会弓道部の吉澤清先生でございます。ご来場の皆様には事故防止のため係員の指示に従って十分注意の上ご覧いただきますようお願いいたします。本日の出陣にあたり、坂東武者の名誉をかけて強者を取り行う。おのおの技の武勇存分に示されるがよい。それは吉澤殿、よろしくお願いつかます。はい、じゃあそれでは弓道の演武を行います。演武を行うのは栄高校と八千代高校の弓道部の生徒になります。始めます。よい、チラシね、シクラメンの販売、高校生がやってんだけど、どこなんだかわかんないんだよな、ね、場所ね。シクラメン、あれなんだかの、これお祭りの時にやってたね、あ、これで売ってたのね、収録だと。売れなかったんでやってたの、去年はね。やってながら来てんだから、ね、とにかく手の内、だってこんな濃くないし、やってもまあね、パレードはどこ歩くんだろうね。パレードはどこ歩くんだろう。将門祭り本部より前へのお知らせをいたします。
いただきました弓侍の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。あのビルはどこの？あれは吉原院、うん、で、あそこは入院できないですからね、うん、今やってるなって前はやってたみたいな。マリア、不穏な気配。
内定いたす。だけど続いて大きな声でご唱和ください。はい、頑張って。
坂東の強者どもこれより出陣にいたす。責欲我に続け。以上。と言いましたら皆様、おおともう一つ念を一つ一度練習してみましょうか。おお、その程度では負けるよ。と腹の底から出さんか。見送りのため腹の底から。おお、勝ちが見えた。いざ。おお、あと2回いきます。挑んだ郷土の英雄を後の時代までも崇拝し続け、坂東の各地にはさまざまな伝説が生まれました。将門様は恨みを晴らすため大臣となって今も大空を駆け巡っている。将門様には7人の影武者がいてまだ生きている。今にも関八州を一手に収めるであろう。東北武士政権樹立へのプロローグとなったこの坂東解放の夢は250年余り後の鎌倉時代に坂東武者たちの手により達成されたのでした。これよ出陣いた。大御衆、出陣代行、威勢よく打ち鳴らせ。
ょうか。これにて兵庫の英雄平将門公を率いる武者行列が出陣いたしました。行列通過の際には事故防止のため係旗差し物を先頭から順にご紹介いたします。相馬の馬追い中野坊騎馬会我が妻隆様肌差し物は赤地に黒で丸にお三の切りです。同じく中野坊騎馬会宮崎裕太様肌差し物は青地に白丸白の左三回松です。同じく中野坊騎馬会白いちご地です。同じく中野坊騎馬会高野大輝様肌差し物は白地に赤の大輝です。
落ち穂さん、北垂れ童子、水管童子、そして鎧姿も勇ましい少年剣士たちのお通りでございます。この少年剣士たちは市内剣道教室に通う元気な子どもたちにもご参加いただいております。続いてまさかの子武者行列が会場内を行進いたします。藤原の春巻き、旗持ち、虎貝に続いて参りますのは弓一番に扮しております。境高校、八千代高校の弓道部と坂東市体育協会弓道部北総支部の皆様でございます。続いてまさかの子の父、神事の長女、吉政子が家事の水やきや代打の三郎正頼をはじめ一号の武将を従い行進していきます。平の吉政公には万能市商工会建設部会会長加藤忠志様が扮しております。平の正門公は祖父高持ち王が開拓した坂東のうちの下田、現在の茨城県と千葉県の一部を吉政公から受け継ぎ、その勢力を拡大させていきました。Thank you.
Thank you.
Thank you.
まさかの太鼓の皆様ありがとうございました。続きまして
太鼓愛好会の皆様ありがとうございました。続きまして神田¡Gracias!
はい、皆様、今日はこんなに大勢集まりいただきありがとうございます。司会進行させていただきます坂東市観光大使平林と申します。時間もね、だいぶね、みんなに見やがったって押しております。今日は坂井正明さん、まさかど公約で、参加していただきました。坂井様から一言ご挨拶いただきたいと思います。坂井様、よろしくお願いいたします。絶対行けるが、皆様の笑顔をたくさん見ることができました。ありがとうございました。沿道は私白馬に騎乗いたしまして、パレードさせていただいたんでございますけど、手を振ってくださる方、それからマチャキーとか、マチャカドーとかいろいろご声援をいただきましてありがとうございました。お祭り僕もいくつか行ったことありますけど、こんなに盛大な、こんなに皆さん活気のあるお祭りは本当に、レベルで言うと星3つです。ありがとうございました。続きまして、滝夜叉姫の役をやっていただきました小林優香さんにご挨拶いただきます。優香さん、お願いします。皆さん、こんにちは、小林優香です。今回は滝夜叉姫という役でお祭りに参加させていただきありがとうございました。普段は役者として活動しているんですけど、よければ名前だけでも覚えていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆様たくさん集まりいただきありがとうございます。皆さん、集まりいただいた皆様と関係者の皆様に向けて、坂東市観光協会会長、坂東市長木村俊文市長よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様、第51回まさかど祭り、最後の最後までフィナーレまでのお付き合い本当にありがとうございました。今回はですね、先ほど星3つ頂戴いたしました。坂井さんはじめですね、小林さん、そして本当に多くの多くの皆様方のご協力、そして何よりも多くの観覧者の皆さん、市民の皆さんのですね、ご協力を頂戴して盛大に開催させていただくことができました。今後坂東市がですね、20年、30年、40年と皆さんと一緒にますます活気あふれる街になりますよう、心からお願い申し上げまして、私からの御礼のご挨拶に返させていただきます。本日は大変ありがとうございました。皆さんに感謝申し上げます。はい、木村市長、ありがとうございました。神田保存会、そして、佐島地区お囃子会の方の山車の方からもお餅を任せていただきます。そしてこのメイン舞台から今から、お餅を任せていただきますので、皆様、頑張って拾ってください。はい、じゃあ子どもたちの前に出てください。ありがとうございました。続きまして、本年もかわいい坂東市子ども観光大使の皆さんにも持ち巻きにご参加いただいております。それでは皆様、出汁およびステージにご注目ください。これより掛け声のもと一斉に紅白のお餅がまかれます。それでは、はい、どうぞ。Yeah.
ありがとうございます。